サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。サンスターオーラ2モーニングインサイト。今朝は今身の回りに氾濫しているジューシー、もっちり、濃厚ななど、おいしいを感じる言葉、しずるワードにインサイトです。ゲストには先日しずるワードについて調査結果を発表した株式会社 BMFT でマーケティングディレクターをされています渋沢文明さんをお迎えしました。渋沢さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。おはようモーニング。ありがとうございます。渋沢です。さあ、今回行われた調査内容なんですけど、早速ですけど、はい、今日なんかたくさんいろんな商品をお持ちいただきましたが、これはそうですね、どうしたんですか、今日こちら伺う前にコンビニエンスストアにちょっと寄りまして、はい、いくつかそのシズルワードがこういうふうに使われてるんだということを知っていただくために商品を買ってきました、はい、例えば、はい、例えばこれ見ていただくと、はい、これカシューナッツ、あ、そうですね、ですよね、カシューナッツが入ってる、はいはい、これタイトル、ただこれは商品名がないんですね。え、まろやか味わいカシューナッツというふうに書いてあるだけなんですね。まろやか味わいカシューナッツと、これカシューナッツを形容してるんですよね。そうです、そうです。まあ、いわばこれが商品名になっちゃって、商品名にとって変わっていると。他にも、はい、例えばこのチーズタラですけど、おつまみのチーズタラなんですが、これも濃厚でコクのあるチーズタラですね、はい、これこうやって見るといろんなものが、そうですね、 あとパンなんかですともっちクリームドーナツ、はい、それからたっぷり卵とバターのフレンチトースト、はい、とろけるスライスチーズ、はい、これもまろやかな食感のまでついてますね。そうなんです、そうなんです、はい、ははは、ということが気がつくと随分私たちの周りに増えていると、うん、いうことが、そのシズルワードを調べ始めた最初なんですけれど、確かに私たちの周りにたくさん存在するシズルワード、そしてそのシズルワードを見て私たちはまあ商品を選択している、はい、そんな部分もあるわけですが、これシズルワードを3つのジャンルに分けたと聞いてますけど、これどういうジャンルですか。はい、一応今回書籍を発表して、調査結果を出してるんですけれども、はい、2003年に最初の調査を始めまして、昨年の2015年まで、12年時系列にデータを取っております。はい、でそれは全国の10代から60代までの男性女性を対象にしまして、味覚系、食感系、情報系という大体300ぐらいの言葉をシズルワードとして、どの言葉に美味しいを感じるかということを調べた結果になっております。味覚系、食感系、情報系、はい、これ具体的にはどういうものなんですか。はいはい、で味覚系はですね、そのいわゆる旨味のあるですとか、はい、香ばしいですとか、あ、はい、コクがあるですとか、その味覚に関する言葉ですね、あるいはまろやかと、はい、そういった言葉です、うん、で食感というのはその文字通り食べて、食感感じますよね、はい、例えばもちもちですとか、あ、はい、もっちりですとか、うん、ホクホクとかプリ、サクサクとか、そうです、プリプリとかですねそういうものを、うん、よくこれね、タレントさんのグルメレポでね、はい、もちもちとか、その通りです、プリプリとかいう、はい、あれ、もちもちは非常に今高い言葉です。へ、はい、これが食感系ですね。そうですね。でもう一つ情報系と私たち呼んでるんですけれども、はい、これはですね、その言葉自体に何らかの情報が入っている、うん、まあ、例えば産地直送ですとか、はい、素材厳選ですとか、はい、カロリーゼロとか、着色料不使用とか、はい、まあ、そういった言葉自体に何らかの情報が入っているものを情報系のシズルワードというふうに、調べて300例の調査を行いました。興味深いこの3つの、ね、カテゴリージャンルということになりますけど、さあそして気になるランキングというかこの調査結果なんですけど、シズルワード、ね、
これちょっと後ほどランキングについては聞きますけど、シズルワードという言葉、年齢性別によって傾向はあるんですかね。あ、これがですね、あるんですね。あるでしょうね。それぞれあのシズルワード、あの美味しいと思う言葉はですね、はい、あの男性女性、それから年代によって、やっぱり微妙に違ってまいります。はい。で、まあ、例えばですね、はい、あの男性でですね、はい、先ほど申し上げた3つの分野の、最も高い言葉がありで、ちょっと合成してですね、はい、その最後に唐揚げという言葉をつけて、はい、ちょっとコピーみたいなものを作って、あの今からお話ししますけれども、3つお話しします。はい、お願いします。で、あの別所さん、どの言葉が、はい、一番刺さるかどうか。あ、面白い面白い、はい、お願いします。3つですね、はい、唐揚げにつく言葉3つ。そうですね、はい、あの必ずしも唐揚げの言葉じゃないんですけれどもね、それぞれの世代の人が美味しいと思う一番高い3つの言葉に唐揚げをまあつけたと。わかりました。ですけど、はい、で1つ目はあの濃密でごくごく大盛りの唐揚げ。はあ。2つ目は一流の濃い味で新食感の唐揚げ。はあ。で3つ目は昔ながらの油が乗っていて舌触りの良い唐揚げ。あー、ちょっと待って、どれだろう。どれでしょう。もう今でも直感的には2番です。あ、2番ですか。え、何ですか、その下り顔は。いやそのドヤ顔は。これは実はですね、30代の方が一番好まれることなんです。2番は、はい、で最初に申し上げたのは20代の方、で3番目に申し上げたのは50代の方。へー、そういう結果が出てる。でもあの、僕自身は心は30代ってことでしょうか。気持ち的には、まあ、非常にその職のマインドが若いはじゃないでしょうか。そうですか。もう一回2番何でしたっけ。一流での濃い、一流の濃い味で新食感の唐揚げ。こう新食感に惹かれましたね、僕はね。あ、なるほど、そうです。どんな食感なんだろうってこう興味津々になってしまいました。はい、なるほど、面白いですね、これね。はい、でこれ男性全体ですと、揚げたてで旨味があり、ジューシーな唐揚げということが、まあ、男性全体の高い言葉なんです。これ男女でまた違ってくる。違います。例えば今度今と同じような話を、女性で考え、女性で考えてみます。でその年代別に高かった元に、はい、ものに最後にちょっとアイスクリームをつけてですね、お話ししてみますと。10代の方は、はい、甘くてもちっとしたおしゃれなアイスクリーム、甘くてもちっとしておしゃれ、この3つがやっぱりあの刺さるみたいなんですね。はい、それから20代の方はとろーりとこってりで贅沢なるほどなアイスクリーム。で30代の方はもっちりでリッチな自家製なアイスクリーム。自家製ね、ハンドメイドっていうことですかね。はい、なるほど。いや、こうやって言葉を、まさに私たちは、いろんな食材商品を言葉で受ける、五感で食べてる、購買してる、はい、と言えるのではないかと、はい、いうことなんですが、まさに言葉を飲食している。さあ、後半も渋沢さんにお話を伺いますけど、この曲もシズルソングと言ってはいいんじゃないでしょうかね。サンスターオーラ2モーニングインサイト。いやー、クイーンはね、そんなことをね戦略的には思ってなかったかもしれませんけど、ね、この曲を聴くとなぜかキンキンなやつをごくごく行きたくなる。なんで、そういう声も、リスナーの方からも届いてますけどね。ロマさんから、飲みたくなるはやめてって。さあ、サンスターオーラ2モーニングインサイト、今朝は先日美味しさ感覚を表す言葉シズルワードの調査結果を発表、シズルワードという本も出版されたマーケティング会社 BMFT でディレクターをされています渋沢文明さん、スタジオにお迎えしてます。さあ渋沢さん、はい、気になる調査結果ランキング、ぜひご紹介ください。はい、
こちらはですね、はい、最新の調査2003年からやっておるんですけれども、ね、最新の2015年の調査結果ですと、はい、先ほど申し上げた3分野の合計でトップ5はですね、はい、1位がもちもち、もちもち、はい、で、はい、2番目がジューシー、はい、で3番目がうまみのある、はい、4番目がもっちり、はい、5番目が濃厚という言葉になってます。はあ、この5つに、まあ、集約されたわけですね、トップ5、まあ、トータルでですね、でこれをその先ほど言った分野別で、ちょっとご紹介しますと、味覚系の言葉ではうまみのある、それから濃厚な、はい、香ばしい、はい、これがトップ3ですね。なるほど。それから食感系ですと、もちもち、ジューシー、もっちりが上位3位です。好きですね、もちもちとかもっちりが。そうなんですよねそれから情報系では、情報系では季節限定、はい、贅沢な、それから揚げたてという言葉が、うん、上位3位でした。なるほど、はい、いや産地直送も僕は惹かれるんですけどね。あ、いわゆる情報系の言葉はですね、うん、例えば、うん、産地直送ですとか、はい、焼きたてですとか、ええ、揚げたてですとか、炊きたてですとか、新鮮なとか、いわゆるその時間に関係する言葉、鮮度を表す言葉というのは非常に感度が高い、この数年不動の、うん、高い美味しい言葉として、そういう傾向があると。あります、あります。取れたてとかって、ね、そうです、ね、そうです、はい、非常にこれね、はい、敏感に感じますよね、はい、何々たて、何々ごろというのは非常に美味しく感じる言葉としては高いですね。まあ、この調査は2003年から行われてきたということですけど、はいはい、10年余りのこのシズルワードの変化、どういう傾向変化を感じてらっしゃいますか。はい、大きなうなりの中ではですね、一番こうランキングを上げてきた言葉としては、はい、味覚系の濃厚なという言葉です、うん、これは2003年に調査した時には62番目だったんですけれども、昨年の2015年には5位まで上がってきて、ランキングですから濃厚っていうのは、まあ、ここにもありますよね、はい、さっき持ってきた商品ですけど必ずついてますね。やっぱりこう惹かれる言葉なんでしょうね。濃厚でコクのあるチーズタルトという言葉を使ってますけれども、全体としてはどうなんですか。味覚系とやっぱり強いんですか、この味覚系、食感系、情報系、トレンドとしてはどうなんでしょう。はい、あと情報系のですね、あ、失礼、情報系の、はい、贅沢なという言葉と、絶品という言葉なんですけれども、こちらはその長期的な動きでアップしてきてるんですね。でこれは贅沢なという言葉は2003年にはもう県外の76位だったんですけれども、はい、2012年に36位になりまして、はい、2015年には13位と順位を上げてます。で、まあ、この辺の贅沢なっていうのは、まあ、昨今のちょっとこうプレミアムブームっていうんですかね、これをまあ日本語で表現してるのかなということが、まさに私たち日本人っていうのは本当にこの言葉の多様な表現を持ってますよね、はいはい、味覚においてもね、それから食感においても、あるいは食べ物の表現の情報においてもなんですけれども、はい、改めて、はい、味覚から、まあ、食感なんかをこう感じる言葉もねどんどん増えているようですし、増えてますね、はい、その他どんな調査をされてるんですか、はい、武澤さんは。あと私とは美味しいを感じる言葉の調査もやっておりますけれども、美味しいを感じない言葉というのも合わせてやっております。興味深いな、どんな言葉。あ、そうですか、ありがとうございます。手短に教えてください、はい、味覚ですと、うん、苦いですとか脂っこいですとか、うん、渋い、しょっぱい、うん、まあ、こういった言葉はあんまり美味しいを感じない言葉なんですね。まあ、でもこれがほろ苦いになるとちょっとね、あ、はい、また変わってくるんですよね、はいはい、その通りですね、うん、苦み走ったとかね。例えばですね、うん、辛いという表現なんですけれども、ただ辛いという言葉ですとあんまり美味しいを感じない傾向が高いんですけれども、これがうま辛ですとか、はいはいはい、スパイシーという言葉になりますと美味しい感じる。最近ありますね、ラーメン屋とか行くとうま辛ね、はい、
うまくてちょっと辛い。そうす。ただ辛いはダメ、はい、よりも有効。で 甘さの表現ですけれども、これも甘いっていうよりも、うん、甘さ控えめという方が美味しさを感じる度合いが高い傾向。甘さ控えめ、はい、ほんのり甘いとかね。そうです、表現がなんと日本語は多様なことでしょうか。改めてシズルワードいかがですか。皆さんの周りにもたくさん存在するはずですよ。表現の多様な日本のふくよかな美しさ、皆さんもあなた自身が発信されてみてはいかがでしょう。渋沢さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。シズルワードに興味を持たれた方は、株式会社 BMFT から出ておりますシズルワード、読まれてみてはいかがでしょう。サンスターオーラ2モーニングインサイト、今朝はシズルワードにインサイトしました。